メフォラシュだっけか今向かってんのはよ。そうだが、それがどういう町なんだ。俺は聞いたこともねえが、なカタリナは知ってるか。ん、もうすまない、聞いていなかった。何の話だ。おいおい、らしくねえな。どうしたってんだ。あ、いや、あ、ねえ、あれあれ帝国の戦艦じゃない。何、そこの奇空艇、この先のラビ島は我々エルステ帝国が立ち入りを制限している。飛行するのならばこちらに許可証を見せろ。そうでないのならば即刻引き返せ。参ったな。おい、どうする。許可証なんて持ってねえぞ。それどころか、そもそも私たち自身お尋ね者よね。考えてみれば当然か。メフォラッシュのあるラビ島はエルステ帝国の正式な領地だからな。納得してる場合じゃねえぞ。あいつら戦艦からこっちに乗り移ってきやがった。まずいな、戦艦は言い過ぎじゃねえ。いちいち相手をしてたらキリがねえぞ。全てを相手にする必要はない。必要な分だけを叩けばいい。何か作戦があるのか。策などいらん。ここを強行突破し島に降りてしまえばことは済む。黒騎士って思いのほか熱いやつというか、力技が好きよね。いいじゃない、私は彼女のこういう面嫌いじゃないわ。しかしだな、この先のラビ島は帝国の領土だろう。島の中にはさらに兵たちが。安心しろ、奴らが固めているのは出入りだけだ。この島はそういう島だからな。何、どういうことだ。信じられんというのか。かつてエルステ帝国を取り仕切っていたこの私の言葉が。それは、ここは黒騎士さんを信じてみませんか。ルリア、きっと嘘じゃないです。私なんとなくだけどそんな気がします。論理としてはめちゃくちゃだが、それこそが本質だ。いかなる理由を重ねようと、信じられぬものは信じられぬ。人とはそういうものだ。さあどうする。この船は私のものではないからな。選択権はお前にある。そうだが礼は言わんぞ。私はこの選択の結果を何も保証してやれないからな。悩んでる時間はねえみてえだぜ。連中どんどん攻めてきやがる。何にせよ、まずは船を死守しなくちゃな。黒騎士、あんたにも手伝ってもらうぞ。無論だ、この程度の雑魚私が一掃してくれる。この地に息づく精霊よ、力を。天も恐れぬこの力、とくとご覧あれ。やりました。おしまいだ。
ここがラビ島。なんだかちょっとバルツに似てるわね。バルツも砂ばっかだったもんな。しかもすっげー暑いし、干からびるかと思ったぜ。ふん、バルツの人たちはあの暑さでへばるほどやわじゃないの。ドッタの軟弱なトカゲとは全然違うんだから。だと？オイラは軟弱じゃねえし、トカゲでもねえっての。こら、喧嘩しないの。しかし本当に古い町だな。こりゃ町ってより遺跡だぜ。観光気分は結構だが、油断はするなよ。だな。現在の首都ではないとはいえ、ここは帝国の領内なのだから。いや、その心配はまず必要ない。それよりも。なるほどな。こりゃ油断のならねえ町だぜ。古い町だから防壁がほとんど機能してないのかもしれないわね。ともかく餌食になってあげる必要はないわ。応戦しましょう。見えるか？あれがエルステ王国時代に使われていた王宮だ。首都をアガスティアに移して以来、表向きあそこには何もないことになっているが、フリーシアはおそらくあそこにいる。あの人形を連れてな。ねえねえ、アマルティアでも聞いたけど、どうしてフリーシアはこんな古い町にいるの？特に兵隊さんが多いわけでもないし、この町に何があるっていうの？何もない。それがこの町の良いところだ。しかしだ、奴がここにいると踏んだのにはちゃんとした理由がある。フリーシアにとって意味があるのはエルステ帝国ではなくエルステ王国なんだ。どういうこと？だってあの人はエルステ帝国の宰相さんなんでしょ？今はな。もともとあの女はエルステ王国の宰相だったのだ。あの女の一族は代々エルステ王家に仕えてきたらしい。数千年もの間脈々とな。だから帝国の首都ではなく王国時代の首都を選ぶと睨んだというわけか。そんなところだ。さあ足を止めるな。気を抜いていては魔物に食われるぞ。捧げる舞が一つ。しっかり天下。氷の花とチリークがいい。グラシアスナイル。さらばだ。うちの舞どうやって？本当に街の中では兵を見ないな。一体どういうことなんだ。
魔物も出るというのに、島に降りてからというもの、ほとんど兵の姿を見かけない。本来ならば街中に現れた魔物など街を守る兵が始末するはずだが、ここに配備されている兵は街を守るためにいるわけではない。街の住人たちを守ることが目的ではない。町の秘密を守ることが目的なのだ。島の周囲を守る戦艦にしてもそうだ。あれは島への侵入を阻むと同時に、島から人を出さないためでもある。そんな、じゃあここの人たちは島を出ることはできない。エルステ帝国の許可なしにはな。まあ許可が出た前例など少なくとも私は知らんがな。つまりそれは、エルステはこの町の住人たちを見殺しにしているということか。そうだな。言い訳をするつもりはない。貴様、私を非道と罵りたくば好きにするといい。だがな、私には何を犠牲にしようとも成し遂げねばならぬ望みがあるのだ。どれだけ大切なものを、大切な場所を失おうと、私は必ず成し遂げねばならんのだ。黒騎士さん、オルキスのために、彼女のために進み続ける。私はそう決めたのだ。そのためなら何だって捨ててやる。誇りも安らぎも思い出も私自身の命さえもな。やれやれ、アマルティアからこっちどうにもピリピリしてんな。だよな、おいら息が詰まっちまいそうだぜ。仕方ないじゃない。だって私たちは今あの黒騎士と一緒にいるのよ。カタリナは特にいろいろと思うところもあるだろうし、空気だって重くなっちゃうわよ。なんつーか、そのすまねえな。あなたが謝ることじゃないわ。あの子は全てを自分で決めたんだから。いや、しかしな、こんなんでも俺はあいつの親だからよ。じゃあ、あの子のやったこと全ての責任をあなたが取るっていうの？国を乗っ取り、侵略を進め、たくさんの人たちを犠牲にしてきた。バルツの太后さんが言うように、黒騎士は直接手を下してなかったとしても、あの子はそれを見届けてきた。見殺しにしてきた。その罪をあなたに贖えるの？いや、それは意地悪言ってごめんなさい。でもね、黒騎士だっていつまでも子供じゃないわ。もう立派に、親のあなたでも面倒が見きれないほど、たくさんのことを成し遂げてきた。それが悪事であれ、善事であれ、とにかく彼女も、いろいろなものを重ねてきたのよ。それを認めてあげて、その上で、父親がすべきことって、他にあるんじゃない？俺が、すべきこと、か。なあ、ロゼッタ。つくづく思うんだが、あんた本当に何者なんだ？もしかしてオイゲンよりも年上なんじゃねえのか？女性に年を尋ねるのは無礼だと習わなかったのかしら？なんてね。女の魅力は秘密の数だけ増すものよ。イオちゃんもよーく覚えておいてね。うん。いいお返事。それじゃ
行きましょうか。囚われのお姫様を救いに、ね。みたいギミックが、よし、よし、はい、はい、やりました。せいせい、よし、よし、おしまいだ。せい、よし、行くぞ。おしまいだ。今の悲鳴は向こうからだ。行くぞ。え、あ、おい、行っちまったよ。あんなこと言ってたけど、やっぱり黒騎士も自分の国の人は大事なのね。そうなのか。というよりあれはで、オイラたちもボヤボヤしてる場合じゃねえぜ。ですね、行きましょう。ありがとうございます。旅の方、兵隊さんたちは島の周りを守るばっかりで町には見向きもしてくれませんで、本当に何とお礼を言ったらいいか。いや、怪我は。お、どうしたんだよ、急にそっぽ向いて。黙れ。さあ行くぞ。ああ、お待ちください、旅の方。大したものはお出しできませんが、せめてうちでお礼を。あなた、どこかで。やべえぞ。もしかしてあのばあさん、黒騎士だって気づいたんじゃ。でも、あのごつい鎧の中身が女の人なんて、誰も思わないわよ。確かにな。けどここは帝国の領地だし、鎧を外したこともあるのかもしれねえ。いやー、ちっ、まだ残っていたか。この町は貴様ら低俗な魔物ごときが荒らしていい場所じゃない。どういうことだ。さっき黒騎士はこの町の住人は見殺しにすると。ともかくやるっきゃねえ。今はこのご婦人を助けるのが最優先だ。邪魔だてするなら容赦はせんぞ。おちょい、やっ。
我が剣よ。舞うよ。や、我が銃弾、誤たず敵を奪つ。ほら、氷の花と散りゆくがいい。グラシアスネイル、さらばだ。これはみんなの勝利だ。ありがとう。あなたは呼べ、完全にバレちまったみてえだぞ。仕方ねえ、すぐにここから逃げ。アポロちゃん、アポロニアちゃんじゃないのかい？ねえ、そうだろう？おばあちゃん、この人を知ってるの？ああ、ずいぶん久しぶりだがねえ。こんなに立派になって、一目見ただけじゃ誰だかわからなかったよ。そうだね、10年ぶりくらいかい？ああ、そうか、ちょうどあの頃だったね。オルキス様のことは本当に残念で。オルキスちゃんのことを知ってるんですか？そりゃ知ってるも何も、オルキス様はこのエルステの王女様じゃないか。どういうことだ。説明しろ、クロクシー。このご婦人の言っていることに何一つ間違いはない。オルキスはエルステ帝国の前身である、エルステ王国の王女である。私もたった一人の親友だった。